はい、藤井の米屋チャンネルを見てもらってありがとうございます。ひろげろです。で、今日は、私の店舗、ちょっと見てもらいたいかなと思います。私が紹介しますので、見てください。これは、今、焚き火で出す米です。はい、ここに人ないものを置いてます。なんか上から変なものが並んでますけれども、懐かしい井の一番とか、明太子、福島屋の明太子、押し麦とか、あのテレビで紹介されたゴロほぐしのいろんなもの、ペケペケしたのも売り切れてないっていうことです。で、米屋さんのカレー、これは私が卸に提案して、米屋さんのカレー、米屋さんで売ってるだけのカレーを私が提案して作った。あとは、こんな店員と、これは皆様研究会という会が知れてるリンゴジュース。で、今来た新聞。今3時になったところに来ます。それから私の本がここにポンと置いてある。この本がまた売れ筋ランキング。Amazon 4位とかここに、みんなが見るようにと置いてある。で、あの、マスコミさんがバーッと来たようなことで、置いてあって、自慢話にしてます。2キロの本。今2キロ開発しても多いんですよ。すぐに2キロ。上が6キロで、下の段が1キロなんですよ。2キロ。この中で一番よく売れるのが、これ。取ってかかります。1キロ。だからこれ、山積みしとかないと、晩になったらこれなくなります。だから、2番の売れ筋がこれ、ここがね。で、今こんなのがいろいろあって、両方ありえるっていう。ここに私が自分で持ってる田んぼの米が置いてあります。それが、普通は5月ぐらいになくなる予定が、これにほとんどなくなって、1月ぐらいまであったんかな。次に買いに来た人が、もうないやんって怒られて、あれと同じ味を作れって言われて、ユーフォア、ユーって名前で、私作りました。これはこれでリピーターがあるので、また休み続きますので、これ夕方になったら売れると思います。から、あとは、このしバラ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 開けてますけれども、このうちのメインの曖昧に、これはまあ、これあんまり売れへんので、こっち奥の方に詰めてあるんですけど、あまり儲からへんからこっち置いてあります。だからこの辺で買ってもらったら売れるんですけど、あの安いのとこの高いのが儲かるということで、今機械がこうあって、ダダダダダーッとってここへ流れてきて、これ袋詰め、これから今 2.5 キロ。お寿司屋さんへ行く米を、寿司用の米を 2.5 キロ詰めてくれって言われて、これ詰める今用意をしてます。5キロが5袋入ってます。おむすび屋さん行く米です。が米屋さん、ココ屋さん。ココ屋さんの弁当用の米。これは高さんっていうところの、居酒屋さんの米。あと取って、ここで書いて、このコンピューターで伝票バタバタバタと振って、チャンネル登録よろしくお願いいたします。これでいいねボタンか。です。